今回はこちらですね。はい。またヤフオクで買っちゃいました。引退品。デュエルマスターズの引退品ですね。で、これが1500円で、まあ、200枚だか300枚だか入ってて、光物ばっかだったと思います。確かね。ちょっと忘れちゃった。まあ、1500円だからね、そんなに期待せずに。で、中身についてもなんか、いろいろ入ってるような感じでしたね。写真じゃわかんなかったですね、画像じゃ。よくわかんなかったんで、ちょっとね、お宝探しの気分で、おぉ、ばらけた。すごい。すでに見えてるのが、これか。キンコング。よく入ってんね。あの、ブロッコリパなんかの常連さんだと思います。これどうなってんの？お、バッケンゴグレンボルト入ってるね。シャマさんの大好きなカードですね。結局あの方、何枚持ってらっしゃったんでしょうね。なんか生放送で数えるとか言われてたけど、どうなったんですかね。これ開けにくいの丁寧だけどね。よいしょ。これから開けてみようか。せっかくだからバッケンゴグレンボルト見えてますが、よっ。まあまあ、これだけ入ってね、1500円なんで、そんなに期待せずに。お、はい、来た。勝利の覚醒者はボルチャック・メビウス。DMC66 の方なんですけど、かっこいいよね、やっぱ。はい。旧枠のスーパーレア来ましたね。かっこよ。で、ボルメテウス・武者ドラゴン。ゴールデンベストか。あ、禁断の影、ドキンダム・ソウル。懐かしいね。ほうほう。これなんか、スカウトしてたよね、一時期。で、あ、外銀がソウル。懐かしいね、これ。これも、いいね。これプロモだけどね。これね、プロトハートか。あ、これ状態悪いな。え、状態、これさっき、え、これは良かったね。結構バラバラかも。禁断ドギンダム入ってる。これも、プロモっすね。コロコロのプロモでしたね。はい。なんか揃うと面白いね。こんな感じね。はい。で、ファイヤーね。ファイヤーと、グッドマッスルバウンサー。この辺は入ってくんなぁ。すごい入るね。まあ、ストレージとか、ブロッコリーパン常連さんですと。で、マグマ地獄と地獄スクラッパー。これまあ、悪くないよね。全然。はい、で、武士道スピリット。金枠が来た。熱血流、源氏ダトリプルクロスか。なんかスリーブに入ってたら入ってなかったですよね。外収穫。あ、懐かしいね。これも使おうとして、あ、使ってた？もしかして。使ってるよね。多分、あの、息子のデッキに、モンネクのデッキかな。いや、1枚入ってると思います。で、闘魂シデンドラゴン。金枠はね、はい、ボルシャックドラゴン。これ、一応シークレットになってるんですよね。イラストが違いますね。はい。まあ、一応、旧枠扱いには、ボルシャックヤマトドラゴンですけど、サイロクだね。ちょっと状態見よっか。はい。こんな感じでね。こんな感じでね。ちょっと状態はあまりよろしくないですね。はい。で、バルガゲイザーね。お、ガルクライフドラゴン来ましたね。第5弾、第5弾第4弾か。のカードですね。悪魔神バロムとか、アルカディアスと同じなんですね。備品であれば2000円近くすると思うんですけど、こちら、あまり状態よろしくないですね。まあ、しゃあない。入ってるだけいいね。ガルクライフドラゴンも随分揃ってきた感じがするね。で、メガカタストロフィードラゴン。バル、まあいいや。で、二度切り、これプロモか。これ持ってない気がする。わかんなかった。はい。で、ガイ RRE ですね。これもかっこいいんだけどね、イラストは。なんか昔、なんか、デッキに1枚刺さってたとかいう話を聞いたことがある。で、メガデューバドラゴン。バイオレンス人雷ドラゴン、これヒーローズカードですね。勝負くんがここにいますね。はい、お、ボルザードドラゴン。はい、東のボルシャックが目覚めるとき、西のボルザードが方向するっていう、ボルシャックドラゴンのね、ライバル的な存在でございますが、知名度も価格も雲泥の差です。まあ、ちょっとここは厳しいかなぐらいですけど、全然いいね。さっきのガルクダイフックドラゴンより、全然状態がいいですね。で、私が集めて、旧枠のレアはちょっとこの辺に集めてみようかな。はい、次どれ行こうかな。これ行こうか。
球枠のベリーレア見えてますね、ザークピッチ。これもなんか一時期使われてたらしいですね。今じゃ使う人いないよね、マーブちゃん。はい、まあ、ベリーレアですね。はい、とカモンヒッピー、シシムカミグレンゴ。これもなかなかイラストは素晴らしいんですけど、ちょっとボロいな。この辺のね、あのパキパキのレアってこうイラストが見づらいんですけどね、まあ、なかなかイラストと合ってるんじゃないですかな。あ、なんか噛んだね。はい、と、ゴッドルピ銀枠、カツ丼号モードチェンジ、一気とくまさん、キンランドプロモ、ドラゴニックヒッピーね。はい、中途、これだけ見るとほんと中途半端になるよね。で、こだまんま、なんかこれすごい色が薄くなってる気がする。こだまんま続くね、こだまんま燃える号。はい、ソニックブーム、これスーパーレアだけど、ストレージで見かけるスーパーレアのトップ10に入るんじゃないかな。さっきのあのグッドマッスルバウンサーとかと一緒です。あ、エグゾリウス入ってた。ちょっとオレジワっていうかシワがあんな、はい、これは、ポロメテウスホワイトドラゴンなんかと同じ段です。はい、ホッピーライラッタ、地獄スクラッパー、トッパルピアヒーローズカードですね。はい、あのこのコスプレ勝負くんがね、なんとも言えないゴールデン系、これプロモですけどね。はい、で流れ星武蔵、ベリーレアですけどちょっと状態が悪いかな。はい、次これいこうか。従軍隊キンコングが見えてますけど、これもストレージだからね、ブロッコリーパネル大量処分の際のあのよく入ってるカードかな。キンコング2枚出てる。キンコング、お、ちょっと待って、イモータルジャイアント、よっしゃ、ちょっと状態悪いね、ちょっと状態が悪いですけど、はい、まあ大事にしたいと思います。あのボルバルザクとかと同じ段のねスーパーレアになります。で、価値はサイロッカープロトペノム、あ、でも価値は、あ、はい、色違い価値はですね、こちら色違うの分かる。待ってよ、これがオリジナルと同じ色なんでね。うん、あのこれはサイロクなんだけどね、もともとこのなんだカラー色になってますね。こちらは色違いになります。あ、ダンシングトーテン、私の好きなバージョンですね。あのベストチャレンジャーって言って、あのなんだっけ、サイロクがメインのね、エキスパンションになるんですけど、この丸いマークのエキスパンションマークのやつがこうやってね、アルトアートイラスト違いで再録されてる場合もあったりしてね、このダンシングトーテムに関して全然イラストが違うというね、ギャルっぽいピースをしてるのがもうたまらなく好きですね。これはいいね、これ集めてるんでなかなか出ないんですよね。そもそもベストチャレンジャー自体がね、結構、お、ちょっと待って、ステージ裏があって、もうこれもあのストレージとかでよく、はい、方向するグレートホーン第1弾のスーパーレア、イラストはよくよく考えてみれば悪魔神バルムなんかと同じ一徳先生でございますね。はい、これね、なかなかの状態の悪さですね。 でも私そんな持ってないんでちょっと嬉しいですね。これでリフィル1面揃うかな、9枚ぐらいになるかなっていうぐらいなんで、ちょっと枠キラなんかもあるんですけどね、まあ、18年前のカードだと思えばいいかな。で、この辺ちょっとはそっか、ボニーヒーローズカードね。ステージラーの、ガイアクローバスは嬉しいけど、ちょっと折れてんな。はい。で、ネロティウス。はい。ジオリバス。あ、これあった。ダンシングトーテム。これですね。こっちがオリジナルで、こっちが再録。全然違うっしょ。わかるかな？全然違うね。もうイメージ返して違うからね。エメラルドファラオゴッドカード、これ GC って書いてある、ゴッドカードって書いてある、ね、ベリリアになります。まだまだ、おっと待って、キングアクエリアス見えてる、キングアクエリアス私は好きですね。ベリリアでね、ちょっと集めやすいんですけど、イラストがかっこいいというね、はい、
めちゃめちゃかっこいいよね。リヴァイアさんって大体かっこいいのが多いよね。はい、ちょっとこの辺を飛ばしていくと時間がかかんね。で、クリストファラン、クリスタルファランクスね。はい、とあ、ディオーネだ。オリジナルですね。ちょっとこう欠けてんな。去年かな、一昨年かな、ちょっと使われてて値段が上がったりしたんですけど、あのスピアタッカーに刺さるカードです。これね、よく見るな。お、アクアウェーブスター、これもね、よく安くあるんですけど、よくよく見たらかっこいいんですよね、イラスト。でスパイラルフォーメーション、 D2W ワンダーワープって確か今使われてなかったっけ、また忘れた、忘れたけど、うん、多分使われてたと思う。はい。で、アクアブラザーズ。はい。この、あ、待て。かっこいいの来た、アクアマスター。これも私好きですね。はい。これを探してて、アクアって見えたら、なんか、アクアウェーブスターってパターンが結構多いんですけどね。こう、角をこう漁ってるとね。はい、これめちゃくちゃかっこいいよね。で、あ、クリスタルファランクスまたあった。ん、はい、ガンリキンリコカイズは。お、キングポセイドン。はい。第1弾のベリーレアですね。ちょっと状態悪いかな。でも、あ、さっきのあれ、グレートホーンぐらいの、方向するグレートホーンぐらいのこう痛み方なんで、同じ保管のされ方されてた可能性がある。で、キングオケリス持ったった。やっぱいいよね、リヴァイアさん。かっこいいよな。と、またこの辺は飛ばして、あ、電脳タイガーバタフライブランデー、これもかっこいいっすよね。文明ごとに巻かれてるのか、今頃気づいたけど、はい、じゃあこれ水文明かな。結構入ってる枚数もバラバラで、取り出しにくかったり取り出しやすかったり、急に新しいの来たね。急に上空枠になっております。はい、ネオンクスとネオブレイン、一時期使おうとして失敗しました。これ 3枚か。まあ家に結構あるよね。で、エナジーライトはね、まあ、強いよね。お、アストラリーフだけど再録でーすと。オリジナルだとね、コレクションの対象なんですが、オーパーツ、ワルスライス、はい、あ、スペースタコンチュー、あれだ、去年のね、クロニクルデッキに、あの、改造するときにね、ちょっと入れていたりとかしましたね。あの、自分の水のクリーチャーはすべて、種族にマジックコマンドを追加するっていう効果があるので、いろんなね、クリーチャーのカード並べても全部コマンドになるから、革命チェンジじゃねえや、侵略ができるんですよね。なんで、ちょっとだけね、使ってたんですけど、私、え、何枚あったっけ、そんなに持ってないのね。で、これいいよね。またデッキ改造する。はい。で、ニューロマルバス。これかっこいいよな。まあ、よく安くあるけど。はい、シーラネシ、この辺入ってくるな。アクアサーファーいいよね。お、かっこいい。かっこよ。セイロースペルギアファントム。これもかっこいいよな。パキパキレアはちょっと、あ、見づらい、イラストがね。で、スペルグレートブルーヒーローズカードになっております。お、クリストロックスオット。あ、アストラルテンペスト。ちょっと一気にいっちゃった。これは、ね、はい。これもかっこいいよな。これパキパキレア似合うね。これもかっこいいっすね。サイバーウイルスの進化っていうのがいいよね。あ、結構旧悪霊あったね。まだまだあるんですけど、これもしかして1500円めっちゃお買い得だったんじゃないかな。すでにね、まだまだ途中なんです。うわ、すげえ時間かかってる。出しに行く。よっ、はい、奇跡トランキーとアイオブズタイガー、懐かしいね、召し上がりは。これスターターデッキ。スターターデッキにスーパーレアが入ってるってこれでしたからね。はい、
ギラメシアカリバセットになってんのかな。これはプロモだよね。かっこいいよね。でもコロコロについてたよね確か。ちょっと束が崩れる。白夜アルカディアスは再録です。再録アルカディアスパックだったね。お再録アルカディアスパックだったねなんて悪態ついてたらオリジナルですね、はい、アクマシンバルブと同じ段になりますと。ただし状態ボロいなぁ。まあ、あのベリーレアなんでね、バロームよりも随分お安く見つかることが多いんですけど。待って、D2P ベビーヘビーポップ。これもなんかちょっと使われてたような、最近ね、フェイスレス入ってくんな。お、ウルフェリオス。アシリウス再録か。お、究極銀河ユニバース入ってるじゃん。あ、でもサイロッカー、サイロッカー多いな。アルドラ、あ、クラウゼ・バルキュラ、これはオリジナルですね。さっきとね、さっきのあのブルメテウス・ホワイト・ドラゴンと同じ段になります。光文明のこのわけわからないの好きっすね。で、オービス・ガンマからの、あ、まあこれ旧枠なんですけど、あの旧枠時代のカードじゃなくて、デッキの分になります。あ、ウルフェウス。再録だけど、これかっこいいよね、やっぱ。で、オールテキア。はい。まだある。あと、結構あんな。よっ。この辺無色ってこと？無色あんま、あれだね。旧枠の、お、戦慄のプレリュードのプロモ、おじゃーん。これ、あれだ。あれ、プロモ。大会の、名前が出てこない。グランプリか。GP プロモか。だよね、多分。あ、こんなの入ってんだ。すげえな。状態もいいしね。ま、あの、GP とかね、あの CS のプロモ集め出すとピリがないんで。あんまり集めてないんですけど、これ嬉しいよね。出たっぽいね。出たっぽい。参加賞だったかな。多分そんな値段はしないと思います。無色はまあこんな感じです。戦慄のプレデュート良かったね。あと2つですよ。隣で。隣で息子がちょっと眠たそうにしてるんですけど、さすがに300枚ぐらいあるよねこれ余裕で。これよく入ってるのアイドルマスターレオプロモカーです。ビクトリア、これいいよね。新規ビクトリア、イラストが素晴らしい。はい、松本エイト先生でございます。空海、空海もよく見るとかっこいいんだね。これ顔じゃないからね。ここですからね。この獅子舞みたいなのが顔じゃないからね。はい。と、ブリュンヒルテンのローズカードか。お、究極銀河ユニバーサル。ヘブンズゲートの銀枠はそこそこ珍しいというかね。なかなか出てこない。ですよね。ボロいけど。タールドラ、レオパルド2世、シリウスまた再録、マリアンナ。これも素晴らしいよね、イラスト。で、アラクカイハデスの、ダイヤモンドグロリアス。シルバーグ、お、シルバーグローリー入ってんじゃん。もうこのかっこいいよね、やっぱパキパキレアが。似合うのとイラストを殺してるのとあるよね。お、キルフティン入ってんじゃん。これもかっこいいっすよね。めっちゃ綺麗。あ、グレナビューレ、オリジナルっすね。なんだ、こう、戦艦っぽいのかっこいいよね。やっぱり、グロリアス・ヘブンズ・アーム、いつかはね、撃ってみたい、クロスギア。で、アクア・ハンプティ、デバウラ・ハク、エーテル、あ、エーテルオリジナルっすね。やっと、もうちょっと欲しかったんですよね。これもいいよね。再録が結構ありますと。で、エルサル・バルティス。これもかっこいいよね。ここですかね。ちょっと見づらいよね、イラストが。パキパキレアでちょっと見づらくなっちゃってるね。ペトローパーいいけど、めっちゃ折れてんな。レディオヤエサル。
とリュドミラ、これ美しいっすよね。レディーヤイザルね、スーパーレアなんですけど、ちょっと色褪せてるなこれ。でこれでラスト、ラストは非文明かな、これおそらく非文明のカードが開かない、開かない、非文明のカードが入ってると思います。はい、ボルバルザーク、シデンドラゴン、かっこいいね。お、バザガーベルグ、ハヤテドラゴンと、ボールガールジャック、アルティメットドラゴン、サイロックですけど、サイロックかっこいいよね、イラスト。で、アレスバー、この辺スーパーレアが固まってんの、アレスバーミミカム、ヒナバギーゼ、よく見るね。で、鳥類、ギャラクティック、カシゲデエンドラゴン、この辺なんか古いのカード固まってんの、いいね。と思ったらそうでもなかった。はい。で、コードネ、バガジー、こんな、レッツドギラゴン、バルキアスムサシからの地獄スクラッパー。このイラストもいいよね。クリムゾンチャージャー、なんか2台いい感じ呪文が続けてきたね。でメトロカーストドラゴンだ、これもかっこいいな。でジオメティウス無限ドラゴンの暴流警報、この使い方によってはね、いいよね、いいよね。ドラグナーって今流行ってるから使われてるのかな、わかんない。最近流行ってるらしいですね、ドラグナー。インビシブルフォートレス、いつかは売ってみたい、インビシブル呪文、インビンシブル呪文ですね。これパキパキレア似合うね。まあ、サイログです、これね。イフリートハンド。この辺はモードチェンジなんかが多いかな。バギーズの、お、現剣劇王者。残機から、もうちょっと、もう一声、最後になんかいいのが、フレームアゴン、カティノカードですね。ゴッドカティノカード。5CGC って書いてあるんですね。最後、最後来た。ブレードラッシュ Y 版、デルタですね。これもイラストが美しいです。ただしっこ、あんまり背景が描かれてないんで、ホイール部分の傷み方がこれすぐって分かりやすいんですよね。めっちゃ傷んでるのが分かりますね。ちょっと傷みが激しいですよね。で、開封は以上ですね。ちょっとまとめてみましょう。まあ、ちょっとざっくりと、まとめてみたんですけど、まあ、この束が割と、まあ、買った枠のカードで、確かに光物ばっかだったね、光物セットだったと思うんで、まあ、そこそこ使えるカードなんかもね入ってたりとかしてたと思います。で、あとこれは戦慄のプレリュードプロモとスペースタコンチなんかも入ってたんで、まあ、面白かったですよね。あとこれだけ私の集めてる旧枠のレアカードなんかが入ってたん で特にこの辺極初期のカードですね。この辺、まあ、単品で、まあ、この辺なんかだとね、単品で備品だとすごい1000円越したりとかすると思うんですけど、なかなかちょっと状態がね芳しくなかったっすけど、まあでもこれだけ一気に手に入るのはいいよね。まあ、あの後期っていうか割と後期のカードは旧枠でもね、後期のカードは割と状態良かったっすね。やっぱね2002年だからね、もう18年前のカードなんで、そこそこもう痛みがあるんで、まあ綺麗にね保管したいと思います、はい、という感じでした。これで1500円だったんで、すごくお買い得だったんじゃないかなと思います。あの傷ありでもね、単品で探そうと思ったらなかなか出てこなかったりするんで、こういったね引退品漁るのは非常に面白いですね。ちょっと中のこういったジップロックに入って、ジップロックパックに入ってたんで映っちゃってますが、ちょっと散らかっておりますが、後で片付けようと思いますという感じでした。引退品なかなか面白いね。何が出てくるか分かんないからね、これ本当に引退品かどうかよく分かんないけど、どうなんだろうね、まあ、保管品だろうね、おそらく、はい、という感じでした。まだまだね、デュエルマスターズ旧枠のカードを集めておりますので、引退品なんかを中心にね履けてみるのも面白いかなって最近思っておりますので、またね機会があれば買ってみたいと思います。では今回は以上です。ありがとうございました。